日本ライトフライ級タイトルマッチ。青いグローブ、青いシューズ、その青いシューズには今日の日付が入っているチャレンジャーの井上尚弥。さあ前に出ていきます。さあこれ普段は立ち上がりあるでしょうか。そうですね、少しあの井上選手が思ったより多分出てきてるんで、出てきている、ちょっと、はい、あの硬い感じ。川島さん、はい、田口はもう距離を詰めて打ち合ってる。打てないですけどね、はい、先ほどいいパンチ当たりましたね、先ほどロープに追い詰めるパンチで田口がうまく掴めてきているかどうか、なんとなく自分の中では立つべきサイドですが、お父さんの慎吾さん、もっと楽に行こうぜっていう言葉を 7、8 回声かけました、はい、ちょっと肩に出てくる赤いグローブの田口です。今離れ際を狙っている、それに対して大突だ、直哉コール。今日は1000人を超える応援団がこの井上の強烈ですよね、うまいですね。左の当時の日本ランカー佐野を破りました。さあしかしここは最後にラップ、積極的にって、さあミノッケ、これに対してミノストレート、ようやく掴んだそのベルトを離さなければいけない赤いグローブの田口。この辺りというのが非常に田口にとってはやっ、この辺りで井上、さあペースを掴むか、うん、ワンツー、そしてガードを上げて飛んでいった、ジャブから前に出る左のキック、田口が右の井上の自分のその距離というのが井上は出てきたか、左のキック、ただ左の悲願に向けてという青いグローブの井上尚弥、そうはさせつと初防衛出てくるところに今ジャブを合わせて、さあそこに右に吹く田口とパンチは強気でいけ、それしかないという指示を出していました、はい、チャンピオンサイド西岡アナウンサー、井上のね、はい、あのジャブがいいですよね、非常にジャブがいいですか、はい、動き簡単になってしまうんですけどね、そうさせないところが田口持ち味、これがチャンピオンの意地、それに対してさあボディ、そしてバーン、一旦チャンピオンを下がらすというシーンが井上アナウンサー、ここでパンチだが見切っていきました井上です。右のここアッパー、すごく攻めるってことですね、そうすると自分のチャンスが回ってくるんですね、相手が違いますからというふうに話すこの井上尚弥、その守備のバランス、そのあたりを考え始めている井上尚弥、そして前に出る、前に出る、田口もね、はい、ただ出てくるとそこに井上のパンチが待っています、ボディーだ、パンチが続く、ちょっと田口からパンチが出ないか、井上がその出入りというところで井上はアップしよう、そんな感じなんでしょうか。そうですね、結構意識して、はい、一方愚直なまでに前に出ようというその田口、この井上を倒すための秘策も、はい、この田口はて、さらに上のレベルでストレート前にもらうんですよね、はい、あ、ただパンチを返す、パンチを返す、チャンスと捉え、フィニッシュへとつなげるか、田口はただ引かない、一応いかない、考えている井上尚弥、アッパーから前で左の引き、左の引き、さあ田口はただそれでも引かない、井上はそこにボディ出しました。一方の井上はこの試合勝てば世界ランク入り、世界につながる戦いと話します。その一戦先にパンチを、間が早くてですね、右、さあ井上少し、さあ田口が下がってきたか、田口しっかり見てまだ狙ってますね、狙ってますか、はい、はい、でも気が強いんで、田口選手が打ってくるとやっぱり打ち返しますね、あ、そうですね、さあここもパンチ、アッパーで相手の動きを封じようという田口、ね、はい、さあ左、あの1990年八王子城一郎以来のデビュー4戦目の日本タイトル獲得なるタッチの井上、すごいことですよ、二十歳のね、そして辰吉丈一郎さん、その二人しかいません、しかもその二人は井上だ、プレッシャーかけてますね、井上が詰める、アッパー、直哉コールが続く、チャンピオンサイドはもう倒すしかないというふうにセコンドも声をかけましたね、あ、そうですか、試合を迎えています、ここで倒し、これは動こうとしたんですけど、はい、そうさせなかったですね、今田口が、ね、打ち合い持ち込んでますね、記録と連続ノックアウト記録は続くのかどうか、辰吉丈一郎がその日本タイトルを巻いた時に圧倒して勝った、前に出る井上、引かない田口、連打、井上だ、田口もいいパンチ打ち返しますね、はい、田口もしっかり返します、歴史は作られるか、歴史の前にチャンピオンが、井上の前に出る、
最後まで倒しに行く姿勢というのはさすがですね。思いとともに拳を重ねる人生をかけた一戦はこんな後よパッチを続ける。これがタイトルマッチ。これが一人です。井上尚弥かそれとも田口良一か。さあ、どんなコメントをするでしょうか。それでは新チャンピオン井上